はい、皆さんこんにちは。前回311大震災の時に、東電が、汚染水を自社の判断で海に放出したわけではないことについて説明しました。まあ、アメリカの要請でということで。で、今回は、この311の大震災の時に、被災地付近にいました巨大な船について説明いたします。この未曾有の大震災の時に、近くにおりました船がありまして、これですね、巨大な船、地球号という船がありまして、それが、おりました近くに、この写真のような大きな船なんですけど、地球は、地球深部探査センターの、まあ、掘削船なんですね。で、これが、ですね、どんな目的で掘ったりしているのかといいますと、巨大な地震や津波の発生メカニズムの解明、まあ、地下に広がる生命圏の解明、地球環境変動の解明、そして人類未踏のマントルへの到達と、そういう目標を掲げております、まあ、研究船ですね。で、これが311の時にどこにいたかが書いてありまして、まあ、皆さんも当然見ることができます。ちょっとこちらなんですが、2011年3月11日には下北八戸沖の海底探査のために八戸港に停留していた際に、東北地方太平洋沖地震、まあ、311に遭遇し、津波の発生を避けるために一時沖合に退避した。この時見学のため乗船していた、まあ、小学校の生徒教師は船内で一夜を過ごしとありまして、まあ、震災の時に一緒に、まあ、被害を受けた体では書いてありますが、この船は、地震を調査する、この船は、未曾有の大震災の時に近くにいたんですね。それがここに書いてあります、証拠ですね。まあ、小学校も、小学生もたくさん一緒に乗ってたということで。で、この地球なんですけど、まあ、博物館でも、ちょっと見てきまして、この船の大きさ等が書いてありまして、全長210メートル、幅38メーター、船底からの高さ130メーター、相当数5万7500、高速、まあ、速力はちょっと遅めですけど、10ノットと、非常に大きな船です。で、ちょっと見づらいんですが、科学掘削船地球は、世界最大の、掘削船で、何よりも、地底深く掘ることができる船です。その深さはマントルに迫るぐらいな、勢いだということで、説明がありました。この船なんですが、これが311の大震災の時にいたんですね。まあ、地震の研究を続けている地球号が戦後最大の地震が起きた時、震源地近くにいたんですね。まあ、自分は大変違和感を感じました。地震の学問について、まあ、第一人者といいますか、最も進んでます地球号が巨大地震の起きた付近にいまして、これはこの船が何か関係あるんじゃないかと、まあ、疑ってしまいます。で、またマントルまで掘れるということで、まあ、マントルというのはどんどん地球の深部に、コア部に近まっていく一、まあ、その、まあ、過程の場所なんですけど、まあ、マントルまで掘れるということを、まあ、聞きますと、まあ、素人考えでありますが、まあ、こんなところに深く掘って、まあ、爆弾でも落とせば、まあ、地球そのものが、
破壊してしまうんじゃないかという思ってしまいます。まあ、そういう威力を持った船だと思います。で、まあ、今少しずつもう広まってきておりますが、この船が311の大震災の、まあ、原因であるという考えがありまして、震源地に、まあ、深く掘りまして、核爆弾を仕掛けたという疑いがあります。地震について熟知しております船ですから、まあ、ただでさえ地震が起きそうな場所っていうのはわかるはずです。で、そういうところに爆弾を仕掛けることもできるはずなんですね。核爆弾を仕掛けて、大地震を起こした疑いがあります。ただ、核爆弾爆発を起こしますと、海中で使いますと、まあ、付近は広範囲に、放射能で核汚染されます。魚や海の生き物がたくさん犠牲になりまして、まあ、分かってしまいますね。しかし、この311の時は、海中で核を使っても、バレないような状況がありました。なぜなら、以前にお話ししておりました通り、まあ、東電が福島原発で、まあ、発生しました汚染水を海に放出しておりましたので、もしこの船が、核爆発を起こしたとしても、責任は東電が被ってくれる状況だったんですね。核爆発を起こしても、まあ、わからなかった。そういうものすごい偶然な状況だったんですね。やはりこのものすごい偶然が本当に起こったということもありますが、自然の地震ではなかったという疑いがあります。この地球号の件について、まあ、もう一度、まだ知らない人たくさんいると思いますので、知っていただきまして、まあ、この疑いについて、まあ、はっきりさせるべきではないかと思います。今回この可能性についてお知らせいたします。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。